油断せず状況を見極めましょう。油断せず状況を見極めましょう。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
油断せず、状況を見極めましょう。我が神の魂に祝福を。
次はどうするんだ。マーナって人を見つけ、有名な玉読み師。玉読み師、どうかしたの？ああいう奴らは。私は嫌いじゃないけど。お前も騙される側のに。そうじゃないけど。なんだ。なら、そう。ここに来た目的は分かっている。そなたの師匠アルファリウス。そうです。座るがいい。まずは魂を私に読み解かせよ。そなたではない、司祭よ。そなたの魂を照らす光はわずか、すなわち影もなし。魂自体が沈みゆく太陽のように行く道を照らす焼けつく光の宝玉。そなたの魂を主催に見るは、炎の中に影を探すようなもの。え？されどそなたの傍らにいる苦痛に苛まれた青年とあらば話は別。語りがいがありそうだ。やめてくれ、聞きたくない。こちらへ。苦痛に満ちたそなたの心は影を落としている。不潔なる風の正体を見せよ。結構だ。自分の心を覗かせる気はない。それよりアルファリウスの居場所を知ってるか。そのような率直な問いに答えるのは千変万化の大いなる美法に対する侮辱となろう。真実は退屈な問いの前には正体を明かさない。ウジ虫のごとく闇の中を這いずり回って見つけねばならぬのだ。アルファリウスの居場所を明かしてほしくば、まずそなたの魂を見せよ。なるほどな。玉読み師ってやつは他人の人生について好き勝手言いたいだけなんだろ。ちょっと失礼よ。俺の魂を本当に読めるならちょっとは分かり合えるかもしれないけども。威勢のいい子だね。楽しめそうだよ。では、座りな。逃げることはできないんだな。忘れるなよ。俺はお前に助言を求めに来た人間じゃないんだ。俺にとって戦争はもう過去の話。お前に利用されたりなんかしない。予言にはそなたの本質の一部が必要なのだ。魂のわずかな欠片が。玉読み師は予言の前にその人の魂を見るものなの。でも見られるだけ、何かを失うわけじゃないわ。いいわよね。はあ、はいはい、わかったよ。魂の一部でも何でも持ってけ。後で文句は言うなよ。来たれ、孤独な運命のかけらよ。来たれ、時の彼方の日々の証よ。このクリスタルを汝が新たな住処とせん。
終わりか。よし、じゃあ進めてくれよ。おーとかあーとか、何かを感じる大いなる運命が待ち受けているとか、そしてなんとクリスタルの光が消える。こんなことは初めてだ。そして俺にこう言う。見えぬそなたの運命がなぜだ。星がそなたの運命を照らしている。しかしそれが何なのか見えないのだ。一丁上がりと。集中させてあげて。わかった。そなたは傷を負っているようだね。打ちのめされても引き裂かれてもなおその形を保つ。誇りが杖、正義が道。そなたはずっと淵を歩いている。飛ぶべきかどうか分からずに。そこが丘の上でも谷の底でも、そなたは常に淵にいる。だが本意ではない。そなたの求めるものは平和のみ。導きと決断の助けとなる兆しを求めている。それでも。もういい。こんなお遊びに付き合ってやったんだ。そろそろアルファリウスの居場所を教えろ。そうせくでない。そなたは多くの場所を訪れることになる。その一つはここの近くの谷だ。その中心に人間が集まっている。皆すべてを失いし者。カルダウという名の囚人がいる。カルダウ。捕らえし者たちの手から奴を解放すれば、アルファリウスの居場所を教えよう。ですが師匠は一刻も早く来てほしいかと。こちらの条件を飲むかは好きに決めるがいい。応じるしかなさそうですね。どう？わかった。びっくりしたわ。お兄ちゃんが人探しに素直に応じるなんて。俺はそいつを知ってる。俺の予想が。え？軍隊仲間でいいやつだった。お兄ちゃんと。多分な。だからあっさり。それにあいつが脱走できれば。それじゃまさかお兄ちゃんの戦友だ。そうに決まった。あの女は容疑。